2001年の阪神タイガースでは、2001年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。2001年の阪神タイガースは、野村克也監督の3年目のシーズンである。全シーズン終了後、チーム内本塁打数1位から3位の新庄強し、大宝やスワトニータラスコが全員対談。機動力を生かした野球を目指し、監督の野村克也は、春季キャンプで、 赤星憲り藤本厚子、沖原義則、上坂大一郎、平下浩二、松田教子、高波文一の七選手を F17 と命名して売り出した。開幕戦は巨人相手に3から17と大敗したが、翌日にシーズン初勝利。その後も勝率5割前後で踏みとどまっていたが、4月下旬からの7連敗で黒星が先行し、 6月以降は再開が定位置となる。この年からチームの選手会長に就任した檜山慎二郎が球団記録となる28試合連続安打や自身初の打率3割を記録し、新人の赤星が1954年の吉田、吉尾以来となる通るように輝き、新人王も受賞したが、リバン・クルーズとエドアルド・ペレスの新外国人勢が振るわず、 や主人の駒不足に泣かされた。このシーズンは、巨人や横浜に5割近い成績を残し、中日に8年ぶりに勝ち越したが優勝したヤクルトと、4年連続で、勝ち越していた広島に大きく負け越したことが響き4年、連続再開に終わった。この年シーズンオフ、監督の野村は、続投が当初の予定で、ヘッドコーチの松井優天、打撃コーチの柏原淳一、 投資コーチの八木沢総六の3人が解任され、ヘッドコーチの木戸克彦、投資コーチの佐藤義則の下で、周期キャンプに入ったが、妻の野村幸代が12月5日に、脱税の容疑で逮捕されたことで突如辞任を発表。チーム再建を託された野村阪神は3年、連続再開に終わった。このシーズンは、勝利数優先で順位を決定。本節では、 前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。ありがとうございます。